さあ、そしたら早速行こうか。大ボスの一体、ブルードマザーで、用意しました。メガテリウム、7体。でね、これなんか一匹さ、色違うやつおるやん。これ何かっていうと、突然変異って言って、生まれた時に、ステータスがちょっと上がって、なおかつ色が変わるっていう。こいつをリーダーとする。イエローブーツ。そう名付けたよ。そしてこのイエローブーツにふさわしいサドル。こちら、黄色のメガテリウムサドル。なんと、セメント1500、革5000、繊維2000、金属800という破格の、素材量なんだけど、これ1個作ってイエローブーツに着させる。ちなみに普通のメガテリウムのサドルが防御力25。対してこっちの黄色のサドルは74。3倍です。で、肝心のこいつの能力なんだけど、まず、虫相手に対して攻撃力が 1.5 倍。ただ、ボスのブルードマザーには、これは発動してないらしい。雲の大ボスなのに、なんか虫ではないらしいね。で、虫類の敵を倒すと、攻撃力が 2.5 倍。火ダメージを 75% カットっていう。これつまりあれでしょ？ちっちゃな雲が多分召喚されるから、うわー、ごめん、携帯落としちゃった。ちっちゃな雲が召喚されるから、そいつをぶっ倒して、攻撃力 2.5 倍と、火ダメージカット 75% をゲット、その状態で敵を殴るっていう。これ2分続くらしいの、この状態が。で、多分2分もだったらまた湧くやん。で、倒して、また殴るみたいな。そういう寸法だろ？じゃなきゃだってメガテリウムが最適って昔から言われてる理由がないからな。でもこれそう考えるとあれだな。7体も用意した意味ない。だって結局、ザコを倒した個体が 2.5 倍と 75% カットを得るわけでしょ？これ7体全員が倒せるわけないじゃん。ちょっとミスったな。3体ぐらいで残りはティラノでよかったのか。これこんな狭いところで戦うわけないから、さすがにあれだね。転移系だ。ワープ系だろうね。これから延長戦にベイラレイクアーティファクト3種類。ブルードマザー呼べるぜ、いつでも。これメンツは？もう誰が誰のだかわかんねえけど、ヒーラー豚、メガテリウムが9体 ?10 体に多分これ、チョリキングが乗るのかな？デイノニクス。にティラノが4体。これ、さすがに負けないよな。ちょっとね、中ボス感覚で挑むわけじゃないけど、このレベルで負けるわけないだろう。よーし、行くか。いよいよだな。いや、やっぱワープ系だ。ちょっとドキドキだな。なんかね、前回のマップで、前回か前々回か忘れたけど、一応戦いたっちゃ戦いたんだよね、ブルードマザーは。ただなんか、イージーモードみたいなやつで、なんか、雑な現れ方だったんだけど、これちゃんとしたボスだから、クソ強えはずだぞ。あ、熱い！熱いけど、さすがに、脱げないなぁ。ああ、もういるわ。おぉ。行け、お前ら。うわぁ、すげぇ。あっ、まずは、雲を買って、自身に爆をかけるわけだ。ほら、これ赤色の、ちょっと待て。こいつらまず狩らなきゃダメだ。レベル500。うわ、他のやつにバフを開けたかったけどな、ちょっとダメだったね。で、一発450を。え、ちょっと待って、ね、HP の減り早すぎない？全然相手にならねえじゃん。ほら、もう半分いったわ。いや、強すぎる。ねえ、メガテリウムが強すぎるんじゃね、これ。
あ、雲もいっぱい湧いてくれてるから多分バフもらえてるかな、他のメガデリウムで9体ぐらいいるけどさ、そいつらが全部バフゲットしたらさ、めちゃめちゃ雲生まれた。こいつがあれなんだ、直接産んでるんだ。え、もう倒せるよ、弱っ。こんなに厳重に備えていきたい意味なかったらこれ、ちょい弱すぎ、こんなもんかよブルードマザーで。テックイングラムっていうのが今解放されたけど、おお、かっこいい装備とか、なんかテックシリーズっていう建物装備いろいろあるんだけど、それが作れるようになるんだよね。これだ、テック土台、テック三角天井、テック三角土台、テックの三角屋根、テックレプリケーター。ああ、戻された強制的に。なんかゲットした、やばい、これ誰かアイテム回収したかな。ああるやん、ガンマブルードマザーのトロフィー、よかったー、よかったー。さあ、まずは一体キモキモさあ、そしたら今回はね、シャドウメインテイムリベンジだ。なんかどうやらね、罠に仕掛けないと基本的に気づかれちゃうらしい。気づかれるか、他の恐竜に殴られるかをするとテイムゲージが 0% になっちゃうんだって。だから前回は多分ちゃんと気づかれちゃったのかな。で、このアークというゲームには一回テイム値を上げると、こういうテイム追跡機能みたいなのがあって居場所がわかるんだけど、はい、こちらシャドウメイン、まだ生きてます。死んじゃったら映んなくなっちゃうわけだからね。で、前回の答えがまだいるんだよ。これはね、待ってたな俺のこと、確実に。よし、オッケー。そしたら魚を捕まえてやるんだけど、なんかどうやらね、このいつもの壁じゃダメらしい。ちゃんとした壁をつけないと。でもこれじゃさ、見えなくねって思うんだけど。危ねえ。ある程度わかるのか？あ、寝た寝た。これ頭出てるから渡せるか？てか、これで渡せなかったらどうやって渡すんだって話だからな。え、いった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 。で、これで消えるけど、ここから動けないから、また寝るの待つってことか。やばい、今立ち上がっちゃったけど大丈夫だよね。透明になってる最中は気づかれねえのかな？これなんか知んないけど、毎回こっち向いて、はみ出してくれ。これで 0% になったりしてないよね。これで 0% になったら絶望だよ。ああ、なってない。え、てかさっきの 3.8% しかなってないんだけど、マジ ?22%。なんか村がすごいね。魚のサイズってそんな変わるかって感じだけど。ん？餌あげたのに。まだ寝てる。え、何これ、あげてもあげても、え、ちょっと待って、普通にテイム値上がってね、最悪、あと1個になっちゃった。何今の、騙されたんだけど。お願い、ハプニング起きないで、お願い。ね、なんかバグっちゃったんだけど、上がんなくなっちゃった。さあ、追加で3匹テイムしてきたけど、うわぁ、さっきと同じ位置だ。何やってんのーい。よいしょ。そういうこともしていくと、お前。ちょっとマジ頼むよ。頭から行ってみようか。尻尾から行ったのがダメだったかも。エビフライ方式だ、これ。
尻尾からダメっていう。いくよ。はい、フィードフィッシュベスキッツ。いた、これはいける。あと2個あるからね。さあ決着つけようか。やったー、やったー、嬉しい。これでさ、なんかさっきみたいなバグ起きてさ、また最初からみたいな、それが一番最悪のパターンだったからな。よかったよかった。かわいい、コパ猫やん。これ何、なんか緑色の天然外装みたいなのついてるんだけど、これ外せる？外せない。でも防御力80って書いてあるぞ。なんかこれはレベルによって違うらしい。一応上限は80だって。だからマックスだ。おー、これがステルスだ。ただめちゃめちゃ足遅えな。あんまりあれだね、日常的には使えんな。お、あ、あ、あ、大ジャンプもある。へー、あ、すげえ、移動も万能ってこと？うわー、攻撃速度速えー。で今さ、なんか下のゲージが溜まっとるやん。これがマックスになると、マックスの時に強攻撃ができて、オスだと相手の移動速度をマイナス 50%、 メスだと相手の攻撃力をマイナス 50% だって。だからメスの方が強いんだ。ちなみにうちの子オスなんだよね。マックスになった。うえ、なんかオーラまとってんだけど。いくよ、これだ。あー、ほんとだ、なんかデバフかかった。で、オスだからこれで移動速度がマイナス 50% になってると。あ、でも時間短えな。もう一つ強攻撃があって、敵複数にテレポートしつつ攻撃、2秒程度のスタン付きだって。ちょうどこれいけるかな。え、いや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 、今までで一番やばいって。とんでもないことするやん。あ、でも連続して撃てない。ね、これはオスメスが2体一緒にいなきゃできないらしいけど、オスは方向ができて、味方移動速度 50% 上昇、スタミナ回復速度上昇、昏睡位置回復速度上昇で、メスの場合は味方全てにステルスだって。へえ、なんかオスメスであれなんだね、区別がついてるモンスターなんだ。さらに水に触れると30秒間攻撃力 15% アップ、移動速度体力回復速度上昇。え、あ、本当だ、右上になんか出た。あ、早くなった早くなった。え、なんでこいつこんないっぱい能力あんの。しかも水バフがあるにもかかわらず酸素ゲージがないから海泳ぎ放題。え、さらにまだあります。こいつが殴られると7秒間相手の攻撃力もマイナス 15%、 さらに微弱のダメージで、あのデイノニクスみたいな出血5スタックこう重なってたけど、こいつも5スタックそれが重なるらしい。5スタックすると相手の攻撃力が 54% 減少。半分だよ。しかもボスにも効くんだって。こいつ何、どうしたの。わ、ほんとだ、デバフかかってる。しかももう何もしなくてもこれ倒せちゃうじゃん。え、もはや説明するのも疲れてきたんですが、まだある。まず群れのリーダーバフってのがあって、まあ、一番レベルが高いオスが攻撃力 50% アップ、火ダメマイナス 25% で、さらにさっき移動速度プラス 50% 毎秒スタミナ回復速度上昇とかさ言った方向あるやん。その方向を群れのリーダーのオスがやると、周りのシャドウメイン全員に 45秒間攻撃力 50% アップ、火ダメージマイナス 40%、 被弾デバフの継続ダメージ2倍。
が付与されるらしい、全員に。これね、多分最強生物なんじゃないかな。ちょっとね、見てるみんなも数字が多すぎて困惑してると思うんだけど、俺も全然わかんなくて、ちょっと有職者の人さ、有識者の方さ、どんだけこいつが強いかさ、コメントで教えてくんない？それ固定させてもらうわ。さあ、そしたら次の大ボスのアーティファクト、残り2個だね。前回アーティファクトが2個ある洞窟で2個ゲットしたからさ、それが次の大ボスのやつだったんだよ。で、残り2個なんだけど、海底の洞窟らしくて、ねえ、うちの愛しのカモちゃんで取れるかなってとこなんだよな。こいつマジで死なんでほしい。ここだね。基本的にはカモちゃんの速度があれば何かされることはないけど、う、電球投げ。これ電撃系がね、ちょっともらうとスタンで動けなくなっちゃうから、それだけ注意だね。モササウルスとかはいないか。あ、いけるいける、全然うちのカモちゃんでいけるぞ。さすがカモちゃんや。レベルも270。ただクラゲだけ注意、クラゲは強制騎乗解除してくるから、電撃で絶対いるだろう。やばい、電球だけ普通に強っ。こう、これだ、カモちゃん耐えて。余裕じゃねえかよ、さすがうちのカモちゃんやで。何が電気うなぎだよお前、うちのカモちゃんの授乳歴知ってんのかお前。3日やぞ、3日、毎晩ずーっと母乳出し続けてたんだから、なめんじゃねえよ。何匹の俺の恐竜がカモちゃんの母乳によってさ育ったと思ってんだ。うわー、ここだー、すげえ、なんか今までと系統が違うね。狭いなぁ。お、怖えよ、急にやべえアングルでさ出てくるなこれ絶対。ムカデとかな、いかにもやんこれ。おおおお、あ、熱い、ちょっと待って、あ、しかもデスボスか相手も。待った、熱すぎる、 HP の減りがとんでもない。うわ、全部脱いで待ち、ギャー。気づいたけどステルスでいけばいいじゃんね、こんな感じでな。何、なんか俺ダメージ食らってんだけど、なんなんこれ。ガチキボス、そいつら倒せ。え、てかもう何、なんか俺だけ見えちゃってんだけど、おい、俺だけ見えちゃってるって、これどんな間抜けな状況で俺だけ見えてるって。でも大丈夫だ、バレてねえ、ダメージもそこまで痛くねえ。なんかずっと常に俺ダメージ食らってるけど、これ何、毒ガスみたいな感じ。あった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 、速攻で取ってガチキボスを回収して帰る。他のアーティファクトも回収しちゃうかと思って場所調べてたらさ、なんか最後の大ボスだけ4つのアーティファクトが必要なんだけど、こいつちょっと大ボスの中でも別格ってことか。わかりやすくていいね、確実にこれやん、こういうのでいいんだよ、こういうのが一番テンション上がるんだから。また暑いな、これ寒かったり暑かったりさ、現実世界の日本かここは。うわーすごい、うわ、デスモダスいる、掴まれたら終わりだぞ。お、なんか正々堂々だねここね。え、しかもない？え、あるある、これじゃん、きっしょいムカデだなこれ。ここ正々堂々としていいね、しかもデスモダスもいなければ俺の独壇場のはず。うん、レベルも限界でも知ってるわ、380。勝ってー、これムカデもレベル250とかなったりするのかな。え、580?400! とんでもないレベルだ。でほら、ムカデはね、殴っても殴っても反射でこっちがダメージを受けるから、すっごい嫌よ。
いや、このムカデ硬すぎ。こいつおかしい。絶対レベルおかしなことになってる。このブレスって騎乗中も食らっちゃうのかな。560、とんでもねえ洞窟だ。ただなんかあれだわ、正々堂々としてマジでいいわ。こうちゃんとレベルで押してくるっていうね。ここを、え、これあー面白い。入りは人間でしか無理ってことか。秒で呼んで乗る。あぶねー。はあ、ここもなかなか気合の入った洞窟じゃねえかや。赤の救援物資、なんか敵の脇少ねえな。簡単に取れるぞ。あー出た、カルカロドントサウルス。2日前に実装されたギガノドサウルス級の恐竜だ。それの紫のサドル手に入った。めちゃくちゃ運いいやん。ただね、ギガノドのサイズ級はね、大ボスには連れていけないんだってね。なんか来年またあるね、やるアークに取っておこうかね。これ待って、これ絶対レベルみんなさ、これ倒せるか。これやばいか、上から一方的にこうやってヒット&アウェイすれば大丈夫か。だよな、全部レベル200超えだよな。やばい、うちのガチキモスは強いんだけど、ガチキモスじゃない、こいつブスブサ、ブスブタスだっけ。こいつはあんま強くねえんだよな。まあなんとかいけるか。あぶねえ、ちょっとギリギリだったな。てかこのアーティファクトすごい、かっこいい。天帝のアーティファクト、もう名前が強いわ。うわー、ここだ。なるほどね、木を隠すなら森の中。うまく隠したね。ただ金もこれ何の骨。この生物早く実装しろよ。すごい、蜂蜜だらけだ。うわー、はっ、いけない、ちょっと待った、これまさか人間にならなきゃいけない。人間ならなきゃダメくせえか、この奥。しかも普通に思いっきしムカデおるやん。え、人間ならここいけるかな。危険すぎるんだけど、こんなとこで降りんの。ちょっと全部倒したから降りるよ。いけるわ、いけた、いけた。まだ先が長い。ここでガチキモスからブスブスにチェンジと。ここなかなか入り組んでるね。ただ強制起床がない限りは俺は無敵だぜ。あ？あった。あ、すごい、ここすごい。ほら、こいつがブルードマザー、そしてこいつが次に戦おうと思ってるメガピテックス、そして3体目のオボスドラゴン。ここめっちゃかっこいいじゃん。しかもアーティファクトもすごい綺麗。強者のアーティファクトゲッツ。あった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 。ここが最後の洞窟だ。こいつ水中でも速いし酸素も無限だけど小回りがあんま効かねえな。カモちゃんの方が良かったかもしんねえな。さあ、何事もなければね、パーッとこいつで回収できるはずなんだけど、デスボダスとかいたらだるいな。うわー、パイレーツ・オブ・カリビアンみたい。あ、いけないんだ、ここパイレーツ・オブ・カリビアンじゃん。沈没船がありますよと。なんかドアもある。これ開く？さすがに開かんか。壊せる？さすがにか。紛らしいな、これ全部オブジェクトだ。なんか暗くて見えねえけど、階段？お、やっぱあるね。なんか進めるね。ちょっと。なんも見えねえ。
え、どうすんのこれ。え、行ってみるかちょっと。いやいやいや怖すぎ。あ、あ、合ってるっぽい。ちょっとマジでな、あったあった。おー、すごーい。何の部屋だこれ。最後の一つ、狡猾のアーティファクト。